大泥棒ホッツェンプロッツはドイツの作家オトフリートプロイスラーによる児童文学作品のシリーズ。ドイツの田舎町を舞台にした大泥棒ホッツェンプロッツと彼を捕まえようとする二人の少年の物語。全三部作。ホッツェンプロッツと少年たちの知恵比べが中心だが魔法使いや妖精が登場するなどファンタジー性の強い作品でもある。日本語版は 中村構造による翻訳で、改正者から刊行された。差し絵は、フランツ・ヨーゼフ・トリップ。第一作と、第二作の間の話となる、アロイバ・ホー法ンプローツ・ウント・ダイ・モンタラクタが、存在することが判明し、2018年にティーナマン、バーラグ社から出版された。1969年に脱稿されたもので、作者の娘が2017年にプロイスラーの邸宅で、 発見したという、グスタフ・エムク監督の児童向けコメディ映画、ゲルとフレーベが、メイキャップと衣装で原作そのままのビジュアルで、ホッツェンプロッツを演じている。他の登場人物もすべて原作のイラストそのままの、姿、衣装で再現し、冒頭のパーティーの場面では、原作本の表紙のホッツェンプロッツの肖像が、手配画として使われた。ジャエノロール監督、 アーミンローデがホッツェンプロッツを演じた。こちらもメイキャップと衣装で原作そのままのホッツェンプロッツたちを再現している。日本では人形劇が複数制作されている。1969年 NHK 教育テレビジョンにて幼稚園、保育所向けに全6回で放送された。出演はエモリ・トール。1976年 NHK の お母さんと一緒ないにて、全14回で放送された。声の出演スタッフ人形劇団ひとみによるもの。初演は1972年。2005年に演出を変更しながらも続く、ロングラン公演となった。スタッフ2005年以前2005年以降2010年、橋本淳による朗読版が制作され、お話の国にて放送されている。脚本は、金杉広子。 音楽は牧山淳子。ありがとうございます。